公共曲第3番は、ウィリアム・シューマンが1941年に作曲した、公共曲。初演は1941年に、クーセビツキーにより行われ、同年ニューヨーク批評家連盟賞を受賞した。内容自体は詩であるロイ・ハリスとバロック音楽に影響されているが、後者については作風そのものの回帰ではなく、アイデアのみに止まっている。また、コープランドは、 内容が難解なために一般聴衆からは受け入れられないことを指摘している。フルートにピッコロ、クラリネット3、バスクラリネット、ファゴットに、ホルン4、トランペット4、トロンボーン4、チューバ、ティンパに、小太鼓、大太鼓、トライアングル、シンバル、シロフォン、ピアノ、言語ブビオラによる短いパスサカリア主題が提示された。あと7小節ごとに、 他の楽器が反復しながら、カノンを形成し、5つの変装を経て、ホルンと弦により提示されるフーガに移行する。なお、ここでもパッサカリア同様カノンを形成するが、その後は、複雑な対法を伴うフーガアートが現れる。作曲曰く、魂を表現したものと語っており、まず感情学章に相当する、これある主題が、木簡に現れた後、 小太鼓と木管が、ボレロによく似たトッカータ主題を提示しながら、風雅を形成し、堂々と幕を下ろす。ありがとうございます。